松島をワイルドで行こう。さあということで今週もやってまいりました佐藤敦のワイルドで行こうということで佐藤敦でございます。そして9月の3週目となりましたね。今週は健吾さんが来てくださってます。はい、健吾です。皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。そしてアシスタントはまゆなです。イエーイ、イエーイ、お願いします。イエースイエスでですね、今日はスタジオに多くの方がお越しいただいているんで順にご紹介いただきましょうかね。はい、今日は、来月ですか、来月、再来月か、再来月11月ですね、11月10日に、メタルドラゴンボリューム5というライブがありまして、はい、そちらのイベントからゲストが来ております。はい、ではドーベルマンのミキオさんから。ミキオミキオすみません、なんかこんばんは、はドーベルマンのベース弾いてますミキオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして行きましょうよ。あ、私ですか、はい、カメラあそこいや違うで、そういう、はい、はい、ドーベルマン の、 あのリーダーの松本です。イエーイ、よろしくお願いします。そしてお次はあ、バッテリーのユウです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あとはあとは後からでよろしいですか。はい、はい、後からでいいんですね。いいです。また後ほど席替えを。じゃあ、はい、そうですね、そうですね、はい、はい、という感じでですね、今日はゲストも来ております。はい、11月10日ということで、うん、もう間もなく1ヶ月ちょいですかね。まあ、Lサイズさんで、そうですね、イベントされると。うん、メタルドラゴン去年入荷してもらいましたね。今年、今年か、今年です、うん、今年です。今年も去年もね、うん、っていうのが引き続き、はい、そうですね、5回、第5回目、うん、というのと大事な節目なんですね今回ね。そうです、その辺をまた後ほどゆっくり、ね、今言っちゃった方がいいですかね。結成40周年ですからね、長いですね、はい、一回あのブランクがあるんですけど、だから前回ゲストにね今年来てもらった時にもその40周年をちょっと触れてて、はい、で、40周年のライブをやりますよ、うん、っていうのが、うん、今回のその11月10日っていう流れですね。いよいよ、いよいよ、なるほど、はい、わかりました。では、後半ですね、うん、後ほどゆっくりお話を皆さんに伺いたいと思います。はい、では3週目ということで、うん、コーナーからいきましょうか。いきましょうか、はい、マシンガンズのトーマスのコーナーですね。はい、いっちゃいましょうか。全略ドラマ養成所、セックスマシンガンズトーマスの全略ドラマ養成所。佐藤敦史のワイルドで行こうをお聞きの皆様、こんばんは。セックスマシンガンズの全力ドラマ放送機関車のトーマスです。ポッポー、毎月第3火曜日のこの時間は私トーマスのコーナー全力ドラマ養成所をお届けいたします。このコーナーでは日本屈指の全力ドラマを受賞する私トーマスが普段どんなことを意識しているのか、好きなものとか、全力ドラマーになるための秘訣をこのコーナーにお聞きになっているいわゆる全力ドラマー見習いの皆様にいろいろ教えていこうと思う、そんなコーナーでございます。今日も私はスタジオに来ております。このコーナーを撮り終えたら爆裂に練習して汗だくになって帰る予定でございます。スタジオは大好きなんですけども、何せお金がかかってしまう。多分世の中のドラマーの皆様はこのスタジオ練習に信じられないぐらいお金をつぎ込んでいるんだと思ってもらって大丈夫でしょう。これは全力ドラマー唯一のデメリットかもしれないです。練習するだけで金がかかる。まあでもそのかけた金と時間と努力の結晶があの熱いライブで繰り広げられると思うと、
全く無駄ではない。いや、逆に言えば金をかけることでさらなる気合を自分に注入することができる。ほう、そう考えるとやはり全力ドラマは最高だという結論に至るわけです。全力ドラマーの見習いの皆さん、最高激アツ爆走の道、着実に登っております。安心してください。これからも全力でいきましょう。ということで今日のテーマに行こうと思います。今日のテーマは全力自分探し。これです。めちゃくちゃ大事です。全力ドラマーになることはつまり自分探し、そう言っても過言ではないと自分は思っております。僕はもともと全力ドラマーというには、正直ちょっと馬力が足りないというか、そんな自覚がありまして、練習するのも好きだしライブも大好きですし、もう力いっぱいやってたんですけど、正直なんだろう、味が薄いというか薄味なドラマーでした。まあ周りを見ると花のあるドラマー、いわゆるそんなドラマーがたくさんいましたし、もちろんマシンガンズのメンバーも全員花があってキャラクターがあって、歴代ドラマーの人たちも全員やっぱ見ていてグッとくる、注目したくなるような、そんな要素が溢れているわけですね。自分だってこうせっかくのライブですから、どこを切り取っても目が離せないものにしたいなと強く思うわけです。マシンガンズのライブは間違いない、その一要素に自分も早くなりたい、この薄味をできるだけ濃い味にしたいと。やっぱりそうなるにはどっか強烈なこう個性がないといけないなとめちゃくちゃ思うわけですよね。いろいろ考えるんですけど、まあかといって不自然にこう背伸びすることもまあ自分できませんので、不器用ですから、自分の得意なものを、好きなものを伸ばそうと、その得意なものが僕には全力だったというわけです。まあ言ってしまうと正直全力っていうのはなんか曖昧なものですから、誰にでも全力は出せるわけですよね。もうその中でもちょっとレベルの違うネジの一個外れた全力野郎になってやろうかと、そう考えました。もうそう考えてからはちょっとライブの体力消耗とかもえげつなくなってきまして、もう常に汗だく、うわこれは死ぬかもしれない、そういう場面が毎回何度も訪れるようになりまして、もう正直体力的にはきついものはあるんですけど、だがそれでいいと、自分の人生はもう常にホットであると、もうこれはもう僕が決定しましたから、いつも全力のライブを楽しめております。まあまあまだまだではあるんですけども、これからも全力のネジを全力で外していこうと思いますんで、皆さん一つよろしくお願いします。お願いします。見習いの皆様にもここで改めて自分探しを強くお勧めします。自分がどんな性格で、何が好きで、何が得意で、何が苦手でとか、そういうものをたくさん挙げてみるんですね。でもってそいつらを注目すると、もう凝視してあげるんですよ。それでその自分の個性を大事に大事にして伸ばす、大事にして伸ばして伸ばした結果、いつしかあなたは全力ドラマになっているのです。よろしくお願いします。パッパー。というわけで今日のテーマは全力自分探しでした。ぜひ私トーマスの個性であり自分の好きなところでもある全力を体感してもらえたらと思います。名古屋の皆様、先月はワンマンライブお邪魔しました。ありがとうございました。まだ発表しておりませんが、名古屋にまた行く予定も立てております。そして我々セックスマシンガンズ、
年末に大きな会場でのワンマンライブをついに発表いたしました。うっす。12月の27日金曜日、川崎クラブチッタで行います。チッタでのマシンガンズはやはり一味違うと、そう言わしめられる自信が我々にはあります。ぜひいらしてください、お願いします。あとはそれ以外でもライブはめっちゃたくさんやってますんで、我々のホームページ、SNS 見てもらえたらと思います。 X と Instagram、 意外と TikTok のアカウントもあったりします。ちょっと見てください、よろしくお願いします。では今日は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。自分探しの旅は終わらない。最後に曲を流させてください。これも自分の大好きな曲です。聴いてください。セックスマシンガンズのシャイニングスター。ということでトーマスさん、今月もありがとうございました。ありがとうございました。最近得意のスタジオからドラム叩いたとか ね、ドラムと一緒に、はい、テンション高いよね今回。って感じ、スタジオだと喋れるからかな。そうね、近所迷惑にならないように、うん、最初はコソコソやっとった。そう、うん、ということで、はい、今月も全力ドラマ養成所ありがとうございました、うん、ありがとうございました。そんな、うん、マシンガンズさん、はい、見に行ってきましたね、この間ね。あ、行きましたね、うん、はい、そこでもお会いしたんですけど、うん、お便りいただいてるんで、あ、はいはいはい、はい、ラジオネームゼトロダスさんからいただきました、はい、ありがとうございます。こんばんは。先月8月22日マシンガンズラッドホール最高でしたね、うん、圧巻のパフォーマンス、うん、めちゃくちゃかっこよかった。本当に楽しかった。やっぱり日本のメタルは熱い。はい、今回、トーマスさんツーバスでしたね、うん、でけえ分厚いド迫力の音、マジ最高でした。ぜひともラッドホールで、聞きたい曲もあるみたいなんですが、うんうん、はい、トーマスツーバス踏んでくれ頼む。そうまあ踏みますよ。間違いなく踏みますよ。俺ね、緑のおばちゃん生で聞けたのは良かったかな。ああ、多分ね、緑のおばちゃん聞いたの。いや、ライブでね、ま、前もそうやって言ってたよね。うん、聞いとるはずだと思うけどね。うん、でも今回改めて、お、緑のおばちゃんやな、うんうんうん、はい、聞いとりました。そんな、うん、はい、レトロダスさん、はい、毎月いただいてまして。そうね、そうですね、ありがとうございます。なんか、この間のライブの時に、うん、そう、終わってから声かけてもらって、そう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 、そう、うん、お、会場で、うん、なんかね言ってたけど、うん、入る前にも2人でいるとこ見たらしいんだけど、あ、お、ちょっとひよって声かけれんかった。で終わってから俺が1人でいたから、ああ、そういうこと、淳さんみたいな感じで声かけてもらって、ってことは健吾さんが怖かったんじゃないか。いやいやいや、またぜひライブ会場で、はい、うん、まあねえ、また名古屋もね、うん、やるってまだ発表されてないけど、そうですね、言ってたんで、はい、言ってましたね、ぜひ来てください、はい、そして声かけてください。かけてください。でそんなゼトロダスさん、うん、先月、もうリクエストもらってて、テスタメントね、あ、そう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 、うん、でようやく持ってきました。はい。先月なかったのよ。いや、うん、まあ、局に来てるので、うん、当日局からほいって直前に渡されても用意してねえよ。そうなんですよね、生放送だけにすいません。今日、うん、今日はちゃんと持ってきましたよ。お、まあ、ライブバージョンじゃないんですけど、うん、一応リクエストいただいてる曲をかけようかなと思います。おい、じゃあ、はい、行きましょうか。どうぞ。はい、テスタメントで The New Order。アワイルドでいこう。スーパードライ、世界でただ一つ、このビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。ネイキッドマシンの缶です。
2024年の1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こうの番組内で10分間コーナーを任されることになりました。その名もメタルに乾杯。皆さんぜひご期待くださいね。ナッカーバイドのベース担当ハッシーです。マーベリックギター、そしてルーキスドルツの三浦祐希です。2024年1月から毎月第4火曜日、佐藤敦史のワイルドで行こう番組内で祐希とハッシーの地下鋼鉄音楽クラブが始まります。お気に入りのインディーズメタルバンドを紹介します。聞いてくださいね。佐藤敦史のワイルドで行こう。さあ、そしてスタジオからお届けしてまいりましょう。お待たせをいたしました。あ、みきおさん、お待たせしました。あ、はいということで改めてご紹介しましょう。11月の10日ですね、Lサイズさんのホールイベント、メタルドラゴン第5回目ボリューム5、そして、同時にドーベルマン結成40周年ということでイベントにご出演される皆さんに今日は来ていただきます。こんばんは。こんばんは。さて、今回は何バンドさんが出られますか？6個。そうですね、全部で6バンド。6バンドを順にご紹介いただく形でよろしいですかね。どうぞどうぞみたいになってますけど、ああ僕の紹介でいいの？僕、ああ、まあいいや。カメラ。このイベントの突破をやらせてもらう、あのバッテリーのユウと申します。はい。あと、ミキオ支援隊の隊長です。これ曲からかけて、どちらでもいいですよ。先に曲いきますか。曲ちょっとだけかけてください。はい、ではバッテリーさんの Now をお聴きください。大丈夫ですか？罰ゲームじゃないですかこれ。罰ゲームじゃないです。だいたい、まあ、こんな感じのバンドです。なるほど。はい、で何年前の音源ですかこれ？これ35年前です。うわぁ、それも自宅録音です。うわぁ、ある意味貴重で、自宅で撮ったやつを最近ワンオンっていうところで、ミックスし直したので、なるほど、そこそこ聴けるようになった。なるほどなるほど、うん、ある意味貴重っす。35年前にどうやって自宅録音するの？カセットテープ、あの MTR っていうコントラックのやつで、あの自宅は松平って分かります？わかりません。徳川の先祖の ものすごい田舎なんですけど、はい、あの家でドラム叩けるような環境の田舎なんですわ。トーマス引っ越した方がいいんじゃないかな。で、まあ、家でスタジオ練習をメンバーで集まってできたような環境だったんで、機材とかも、まあ、スタジオ回す分そっちの録音機材に回してやってたような。へえ、はい、そこで練習できちゃう。そこで練習してましたよ。ガレージバンドやね、本当にね。すごい、そうです、すごいね。すごい、それこそさっきのトーマスがスタジオお金がかかるっていう話をして出てたんだけど、逆だね。スタジオお金かかんない、かかんない。それ部屋も、壁に全部釘で布団の中古を集めてきて、布団をバーッてやって。なるほど。布団に釘刺すんだ。すごいな。牛の黒米じゃないですね。すごいな、手作り感満載だね。それならスタジオで練習してます。だからスタジオだよね、もうね。もうスタジオです。自宅改造してスタジオにしちゃったみたいな。しちゃった感じです。あのアンプとかも、あとビールも持ち込みたい放題ですね。ごめんなさい、今でもそこで？あ、今もう、あ、もうないんですね。結婚して、引っ越しちゃって家建てたもんで。なるほど。なんで家建てるときにそこスタジオに敷いかったんですか？いや、その時はちょっと時期的に
子育てが忙しくてバンドに対する情熱がいやいやもうね生まれた時からドラムに座らせるいやアスリートになっちゃったね子供そうですねでまあということで次の、グリムさんは何番目出るんだったっけ、はい、グリムさんは、うん、ん4番目か4番目に出るあの一応大阪っていう席になったんだけど、はいはいはい、あの、うん、グリムさんっていうちょっと世紀末チックな世界観がある、うん、ものすごいかっこいいバンドですね。面白いよね、はい、うん、そこのバンドから かけれます、うん、あのグリムでこれ言ってもらえますか。はい、はい、じゃあタイトルコールを。はい、グリムでカットスロートローラーコースター。佐藤敦史のワイルドで行こう。スーパードライ、世界でただ一つ、このビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。ネキトマシンの缶です。2024年の1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こうの番組内で10分間コーナーを任されることになりました。その名もメタルに乾杯。皆さんぜひご期待くださいね。ナッカーバイドのベース担当ハッシーです。マーベリックギター、そしてルーキスドルツの三浦祐希です。2024年1月から毎月第4火曜日、佐藤敦史のワイルドで行こう番組内で祐希とハッシーの地下鋼鉄音楽クラブが始まります。お気に入りのインディーズメタルバンドを紹介します。聞いてくださいね。佐藤敦史のワイルドで行こうということで、もうすっかりおなじみのグリムさんをおかけいたしました、うん、もうライブもこのままですから ね、うん、非常に面白いステージングされてるんで、まだの方は一回体験すればいいかなと。そうですね、うん、はい、そして次行きましょうか。はい、はい、じゃあここからは、はい、では出演バンドの紹介ですね、うん、はい、次はですねドーベルマンの、うん、第4期4代目ぐらいのボーカルですかね、セイジ君、うんうん、ワイルドジャンキーというバンドやってた3代目セイジ君の3代目、3代目か、まあ40年ありましたからね。ゴリガンおって、でうなぎ屋さんがおって、これでセイジ、うん、3代目、うん、3代目ですね、うん、そうそう、あポルシェ、はい、の、ボーカルをやってるジャナーキーというバンドがですね、はい、アナーキーのカバーのバンドで出演いただきます、うんうんうん、はい、それから、東京のバンドでヤンヤンさんというですね、今回唯一ビジュアル系の、ビジュアル系なんですね、もうロゴがそんな感じですもんね、そうですね、本当にルックスがいいです。そうですね、あら、ルックス、いやいや、メタルドラゴン初参加ですか。そうですね、うん、ちょっと東京で仲良くなりまして、うんうんうん、出てって言って、曲をね、うん、かけてくださいって頼まれて CD もらったんですけど、すごいいい曲で、僕はどうしてもベースに耳が行ってしまうんですけど、なんて言うんですよね、歌物のツボを押さえたというか、ほうほうほう、イントロとかしっかり弾くんですけど、うんうん、まあ、歌になるともうスッとルート弾きに、弾いてという感じで、うんうんうん、あ、いいベーシストだなと思って聴きました、まあ、曲もいいですし、まあ、V 系で対バンした中では僕の中ではナンバーワンですね、すごい良かったです、ね、見た目だけじゃねえぞと、見た目だけ、曲もいいですね、ぜひ聴いていただきたいと思います。なるほど、はい、じゃあ行きましょう、行きますか、はい、お願いします、うん、はい、ヤンヤンで黎明。
ということで、ヤンヤンさん、メタルな感じじゃないですけど、まあ、ビジュアル系なのかな。うんうん、そうですね。まあ、みきおさんおすすめということで、はい、たっぷり流しましたけど、はい、歌もなんか覚えやすい感じですしね、はい、歌メロな感じですし、そうですね、はい、後半の方行くと、あの年っぽさが、そうですね、ありましたね、うん、ありましたね、X が好きなんですよね、ジャパンかっていう感じでしたね、うんうんうん、はい、あの見た目にも美しいということなんで、はい、ぜひライブ生で見に行ってはいかがでしょうかと、うんうんうん、でもあのドーベルマンさんも昔の写真さっき拝見しましたけど、うん、負けてませんかということで、ここからはドーベルマンさんですね、はい、先ほどのユウさんに代わって、ここからは安江さんにも登場してもらってます。こんばんは。こんばんは。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、安江さんは、はい、ドラマーってことですね。そうなんですね、まあ、2代目のドラマらしいんですけども2代目、自分があの20歳から22ぐらいの間ね、あの、うん、ドーベルマンでドラマを叩かせてもらって、まあ本当に今回40年の記念のコンサートにね、うん、本当34年ぶりって松本さんおっしゃってますけど、すごいですね。あ、ご一緒されるのが34年ぶり。そうそうそう、うん、で おとといちょっと一緒にスタジオに入って音を出してみたんですよ。そしたらやっぱ驚くことに、はい、本当昨日までやってたかのような感覚、だけどやっぱり34年間お互い離れ離れて音楽を続けてたんだなっていう感じも、やっぱそれぞれが深みが増しとるわけですね。変わって、やっぱりあの音の説得力だとか、それがね、あの味みたいなものっていうのが前とは違う。そしてまあ自分もその音を聞いた時の感じ方もやっぱり違うんだなっていうのも感じて、面白いなっていうふうに思って。ですよね、うん、だから今回スタジオも34年ぶりですよね。うわ、すごいですね。そうだね。でも本当に、楽しい、うん、純粋に、うんうん、っていうのが、うん、音楽楽しいなっていうね、うん、だから今回40年っていうのを聞いて、まあ、あの今お話もねずっとあのそばで聞いてたんですけど、うんうん、やっぱそこにはそれぞれのいろんな人が関わって、はい、やっぱりそれをつないできたね。で、まあ、やっぱりそこにすごい自分もやっぱ敬意をね、やっぱすごい、うん、あのおのずと持つし、うん、で今回は一曲ね、代表的な曲、ドーベルマンの代表的な曲、まあそれはあの僕叩いたことない曲なんですけど当時の曲じゃないってことですね。じゃないんですけど、でもやっぱりやっぱその40年ね、はい、やってたバンドの曲だと思えば、うん、ちょっとやっぱり愛情も感じるし、うん、やっぱそれはそこに敬意を表して、うん、まあ、あの自分なりにはね、あのいい演奏ができたらいいなとは思ってますけど、うんうんうん、じゃあもう正直言って一緒にやるぞってなってから、これを覚えろって言って覚えさせられたんですね。まあでもね、そうなんですけどね。でもやっぱスッと入ってきて、で最近 あのドーベルマンの CD もね聴かせてもらって、やっぱり そうすると、本当40年の両端の曲を聴いたぐらいの、うんうん、あの感じなんですけど、でもそこにやっぱりバンドの40年でやっぱり進化もしたんだなっていう部分と、あとやっぱり継承してきた部分もあるんだなっていうことはね、あの感じたので、それはやっぱり素晴らしいイベントだなっていうふうに思い、だって40年の間に僕ばっかり喋ってますから大丈夫ですよね。確かに言語が2回変わってますからね。そうなんですよ。昭和、平成では、僕記憶が違ってなければ、うん、ドーベルマンのリハーサルの途中に、はい、不法の昭和から変わるね、うん、それがそのリハーサルのあった日だったので、うんうん、覚えて、うん、平成ってあれ出てきた、うん、そう、それのね、前はだからずっと、うん、ちょっとあの、うん、ラジオも、うん、悲しい音楽をちょっとモニフじゃないけどね、ちょっと今それ大事な、そういうあのみんな楽しい時期でもないっていう、そういうのを聞きながらトヨタまで、あの名古屋からねトヨタまで通ってたので、でもそれから平成になり令和になりなので、でもその間ずっとやってるっていうのもね、素晴らしいし、あと今回のこのイベントで素晴らしいなと思うのは、その周りのね、いろんなバンドの関わりのあるバンドの人たちがこうやって集まって、うん、そのドーベルマンだけで
ではなくて、うん、その40年分のこの愛知県の、あるいはな、まあ、まあ愛知県のですかね、うん、愛知県のその音楽シーン、まあ、特にヘビーメタルっていうジャンルの、うん、あのそういういろんな人たちがあのそこにまた加わるっていうのがね、うんうん、それも素晴らしいことだなっていうふうにあの思ってますけど、そう思いませんか？そうですねすごいですよね、うん、いや40周年ってすごいですよ。そうなんですよもうあの21で始めたので、結成したのは二十歳ぐらいの時に、うん、あのさあやろうかっていう、あの、うん、もう一人あの初代のベースの人と僕が始めたんですけど、いつの間にかね僕しか残ってなくて、うん、はい、でももう続けることがやっぱりすごいですよね。だからもう本当、うん、あのこうやってね表でこれ CD になったとかね、うん、ライブでっていうのは、うん、もちろん皆さんがね触れる、うん、あの部分なんですけど、うん、あの僕がいた頃のドーベルマンも リハーサルが大体週に3日とかね、はいはいはい、4日とかあって、うん、でライブもまあまあねいろんな、L、うんうん、まあ、当時も L でしたけど、うん、エレクトリックレディランドでオスのライブハウスでしたけど、うん、まあ、今回もですね、うん、でまあ、いろいろライブもあって、うん、だからもう本当お金ない中で、うんうんうん、みんながね、うん、そのバンド中心の生活して、うん、であの一昨日あのスタジオに入った時もベビースターラーメンが主食だったよねとかあと僕もあのコンビニで当時あのパンの耳をね切り落として、はい、捨ててみたいなね、うん、だからコンビニであのパンの耳もらえませんかってもらってでも1回切は本当にありますけどってゴミ箱から出てきた、うん、まあ、袋に入ってるパンの耳ですけど、はい、これでもいいですかって言われて、うん、それで結構ですって言って、うん、もうサンドイッチ用にカットして、そう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 、捨てられるやつですよ、はいはいはい、でもそれタダでくれるとこもあれば5円いただきますみたいなね、うん、でもそれでもそれを食べないと死ぬからと思ってでもそういう人たちの集まりでああのやってて、機材車のあのでガソリンスタンド行っても、うん、あの100円入れてくださいみたいなね、ああの違う1リットルだ1リットル入れてくださいって言って、うん、でももうガソリンスタンドの人はびっくりみたいなね、うん、でもその入れそのメンバーはこの1リットルが効くんだとか言って、うん、まあそういうねでそういう中で続けてたバンドのね、こうやって40年あるってことは、うん、いや本当でね皆さんそれぞれ ね、 ね、まあまあ年もやっぱりねバンドの年齢と同じように重ねるわけなんで、いやでもすごいみんな楽器やってるわけだから、で楽器あれば楽器に集まってもねできるわけだから、本当音楽ってすごい、あのベビースター食べながらでもスタジオ代払って練習したからですね、そうそうそう、そこであの三木夫さんのところの布団のスタジオにいたらちょっと状況変わってたかもしれない三木夫さんのところですね、三木夫さんのところどっちかというとあのまだ裕福なあの環境だったと思いますよ、うちらよりとバッテリーさんの方が、ああ裕福っていうか、家に居候しとっただけでもなんか今回ゆうさんともね、うん、久しぶりにあの昨日たまたまスタジオでまた偶然会ったんですけど、本当に僕も驚いたんですけど、でもねこうやって会ってみれば本当に全然ね、あの外見ももしかしたらもちろん変わってるかもしれないですけど、内面的にはね全然お互い多分変わってなくて、まああの何ですかね、ざっくり言うとみんなロン毛じゃなくなりました、ね、それもそうですよね、うん、三木さん的にはその、まあ、一緒にやったことないメンバーとして一緒にいきなりやるわけですよね。そう、一緒にやったことない、当時、当時はそうですね、はい、そうですよね、当時は僕別のバンドにいたので、うん、あのただまあ結成当時からドーベルマンとは仲良くしてました。なんか松本さんが三木さんを、はい、もう何度ももう口説いて、やっと今いるって言ってたんで、まあ、その話ずっと聞いてたんで、今日初めて会ったけど、初めて会ったような気がしなかった。あの、みきょう君の昔やってたバンドのドラマが僕のドラムの師匠なんで。そうって繋がっちゃうんですよね。なるほど。素晴らしい。さあ、そんなドーベルマンさんの曲も、はい、行きましょうかね。行きましょうか。はい。はい。ドーベルマンで、マネー。
さあ、そしてこのイベントに参加されるバンドさんとしてもう一つバンドいますね、はい、ご紹介いただいていいですか、はい、昔うん、L でファストドローとドーベルマンとカスバっていう3バンドで対バンをしたことがありまして、うんうん、それでカスバさんその時初めて見たんですけど、うんうん、とにかくすごいんですよ。もうなんていうんです、口では言い表せないぐらいの、うん、もうパワー、うん、ま、ジャンルで分けるとハードコアっていうジャンルなんですけど、でも今聞いても新しい、そういう感じの、バンドで、うんうん、ロシアンルーレットとデスチャージっていうのを出したばっかりの時の、うん、ライブでお客さんもすごくこう結構過激なお客さんが多くて、うんうん、もうカスバが1曲目始まったらすぐにもうバッとこうお客さんが前に来て、うん、でお客さんが潰れちゃって、でもう30秒でもう客電つけて演奏を止めて、はい、で人をこうもうステージ上から引き上げて助けて、みんな上がってちゃったの、そうそう、で前に転がしっていうみんな聞くモニターがあるんですけど、はい、それがもう1メートルぐらいこう釘で打ってるんです、釘で打ってるモニターがガッとこうずれちゃって前に、でも止めて、でそこからもう一回やり直したんですけども、その時にもう次これがあったらもう今日中止っていう、そういう形の、ね、SE が入るアナウンスが入って、それでなんとか始まったんですけど、そうそう、その頃本当ヘビーメタルってすごい熱いジャンルでね、うんうん、それでカスバは本当に、うん、もうアイコンの一つですね、今でも、うん、もう本当にめちゃくちゃ激しいんですね、うんうん、ただ言えるのはここのベースはジャズなんですよ、ハードコアなんだけど、うん、ジャズなんですよ、跳ねてるんですよ2ビートで、その頃からリハやった時にもう分かるんですよ、カスバさんがリハをこう始めると、うん、ベースの人はもうジャズのフレーズがビョーンって、ラ音ももう完全にテンション感のあるコードが出たりとかもう普通に弾いてても跳ねてたり、でもドラムが入るとガーッてるんだけどちゃんとこう音楽になってるっていう、もうその頃からで大好きで、でも何度もこうオファーを送ってて、うんうん、羽鳥さん個人的に知り合いだったので、うんうん、でやったんですけど、ようやくどうだろう10回ぐらいのオファーで今回初めてようやく来てく、うん、まあ、最初再開した時はもう、6年ぐらい前なのかな、うんうんうん、その時に絶対やろうねっていう話から、うんうん、あとはやっぱり向こうもね有名な方なので、うんうん、なかなか会わない、でもなんとか約束守ろうねっていう形で固い約束が守っていただけたという、はい、ということで春日さんがご出演されるということも一つの見どころになる、そうですね、はい、今回の本当に目玉という形で、はい、グイムさん、まあ、みんなそれぞれ大事なんですけど、僕の中では春日さんは別格っていうか、お約束を堅い地位、まあ、40周年だからこそですよね、まあ、そうですね、そんな40周年にですね、はい、まあ、ドーベルマンさんにコメントをいただいている、うん、つまり特別ゲスト扱い、はい、そうですね、ということでコメント届いているんで、うん、どなたのコメントかっていうことも含めてちょっと聞いてみましょうかね、はい、はいはい、お願いします。こんばんは、モートキルトでですねベースを担当していました三好です。今日はですね、ドーベルマンの松本くんがゲストで参加出演されているということでコメントの方を入れてます。まずはですねドーベルマン結成40周年おめでとうございます。まあ、今回ですねその記念イベントの方でゲストで、まあ、1、2曲ちょっとベースを弾かせていただくという話になり、本当に楽しみにしています。松本くんと同じステージに立つのは数十年ぶりのことです。11月10日、ドーベルマンのですね、ステージの方に私も出るということで、皆さんぜひ遊びに来ていただければなと思います。ライブの方でぜひ皆さんとお会いしたいと思います。ではまた、モトキルトの三好でした。ということで、モトキルトの三好さんが、はい、なんと今回ご参加される、ティルトにも1年ほどいたので、うん、はい、これもかなりの事件ですよね。最初ベース誰がねやるのって聞いて、はいはい、自分が演奏するときに、はい、うん、ティルトの三好くんがっていうから、うん、と思ってたんだけど、でも
松本さんはどうしても、うん、そのいろんなね、うん、あのこの40周年に、うん、いろんな人が出て、うん、出てほしい中の一人なのでっていうことで、まあそれは僕にとっても、うん、ね、だって当時もねティルトさんとはいろんなとこで、ね、うん、あのすれ違ったりとか、なかなか同じとこでライブっていうのはちょっとジャンル的にもそんなに多くはなかったんですけど、ロックンロールな感じですかね、ティルトさんね。だから今回ね、三好さんが出るってね、うん、来るのすごいびっくりだ、嬉しい、すごいなぁと思いますね、うんうんうん、これ、うん、ぜひ続けていただいて、うん、50周年はきついかな。いやどうでしょう。ちょっとさ、やっぱり40年もメンバーもっと本当はいるわけでしょ。もっといるでしょ、うん、多分関わった人は大体100人ぐらいいると思う。いや、それさ、全部は無理だけど全部は無理だけど、ちょっとあの対バン方式とかもやめて、あとあるいはあの We are the world 方式なんかみんなで曲みんなで歌うみたいな、ドラムも2台も3台もっていうぐらい、あの50周年はあれからもしれない44周年ってちょっと企画してもらって、その時アツさん歌ってくれるならやります。でも僕はあのドーベルマンのメンバーじゃないんでそこから入ったらいかんでしょう。このセッションってせいちゃんが歌うの。いや、いろいろ、あ、そう、せい、うん、悪気じゃんけど、せいちゃんが歌うみたいな、うん、なるほど、はい、うん、という11月10日ですね、うん、はい、サイズさんで、そうですね、オープン4時でスタート4時半から、はい、っていうことになってますんで、うん、ぜひ皆さん、いや、いろいろね、 40年の思い出もありますね。詰まりまくったライブですよね、これは。あの40年間追っかけ続けてくださってるファンの方もいらっしゃいますよね、きっとね。はい、まあ、数少ないですけど、でもいらっしゃいますよね、いますいます。その人たまらんでしょうね、うん、ねえ、そうですね、ここ出てくるかだってもう親子で来ても驚かないですよ、ね、なるほど、ね、そうですよね、うん、僕はみきお君40年追いかけてるめっちゃいつもいろんな40年がありますから自衛隊の隊長だそうそう、それぞれみきおということで、まあ、楽しみなイベントになりそうですけども、ね、うん、番組はそろそろお別れなお時間になりますので、はい、はい、今月も頑張ってくださいね、はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後はですね、うん、番組的にも、まあ、先週出たばかりの新曲をおかけしながらということなんですけど、はい、ご紹介だけお願いしますね。はい、ストライパーのグレートフルを聴きながら今日はお別れしたいと思います。はい、それではいつもの挨拶いきます、うん、佐藤あつしのワイルドデイコー。皆さんこんにちは、ニュースです。アフレコや演技など充実した授業があって、在学中からインターンシップもいろいろ経験できて、え、どこでやってるって。総合学園ヒューマンアカデミー名古屋校でしょう。気になる方はヒューマンアカデミー声優で検索してね。 JST思い出に残るハネムーンの旅。 Your dreams come true。 お問い合わせは松坂屋本店横、旅行会社 JST、 052-264-0300 まで。毎週金曜日夜10時からはレディオロックアップ。私みすずが最新楽曲やこのエリアのライブ情報満載でお送りします。週末の夜は音楽で私とつながりましょう。レディオロックアップ、ぜひ聴いてください。ニュースタンダード76.1 Mid FM。11時です。